おはようございます。インリビングです。今日はいきなりですが、この段ボールを見てわかるかと思うんですが、引っ越しをします。この家には3年4年くらい住んでいるので、かなり思い入れがあるんですけど、なんというか見ての通りかなり古くて、セキュリティもほぼないなくはないんですけど、まあ、ちょっと不安な物件だったので、いやでもすごく気に入っていたんですけど、家賃も 4.5 万円くらいで、本当もうこの家は引っ越すんですけど知り合いに譲りたいぐらいのお気に入りなんですけど、まあ、その話は置いておいて、いきなりになってしまったんですけど、なんだろう、今だここだっていうタイミングと物件と、なんかそういうものが重なって1ヶ月ぐらいで物件を見に行ったり決めたりっていう手続きをしたりっていうことがトントンと進んで、なんと明日もう引っ越しをするのです。それで昨日の夜から寝ずに作業をしているんですけど、さすがに眠くなってきたので、動画を回しながらおしゃべりしながらやっていこうかなと思います。頑張るぞ。今やらなきゃいけないことは食器を梱包することなんですけど、この引っ越しの前に土鍋を掃除しておこうと思って夜な夜なやったんですけど、やっぱり眠い時にやっちゃダメだなと思ったんですけど、がっつり焦がしました。なんだろう、お茶っ葉を入れて、お茶っ葉の出がらしを入れて匂いを取るというのをやろうと思ったんですけど、あとお料理の時は弱火中火とかちゃんと意識できてたんですけど、普通に中火から強火で、しかも時間を忘れて結構長時間かけてしまって、こんな感じになってしまいました。まあでもちょっとここもお茶っ葉で色づいてしまっているんですけど、使えなくはないので使っていきます。まずこれ、プチプチがこれだけしかないので大事なものから包んでいきます。わあ、引っ越しっていいですね。あとこれは見せられないし、もう聞かせることができないんですけど、鳥が毎朝すごい来る家で、小鳥が、スズメもそうだし、
なんて名前だっけ、メジロとかなんかそういう、ウグイ、なんかそういう小さい鳥たちがやってきて水浴びをして飛んでいくっていう、その景色がものすごく好きで、よくここから覗いて見ていたんですけど、さすがにお家が分かってしまったら困るので、それは見せられなかったんですけど、わあどうしよう、これは違う、これはそうか、パスタ容器に、はい、で、ジャスト、ちょっと低いかな、ちょっと寝不足で、寝不足というか寝てないので髪が食べただったり目が座っていたりすると思うんですけど、ご了承ください。あとはこの辺かな、もう今日の夕方には集荷が来てしまうので、あと4時間ぐらいやります。あ、4時間は撮影しないですけど、生配信でやったらよかったかな。これ楽しいかな、見てて、私は楽しいけど、はい、キッチン周りが全部入りました。うん、バッチリ一箱で収まりました。あとはキャリーケースに物を詰めてキャリーごと段ボールに入れます。これはニトリの枕持っていきます。とりあえずはこれで完了です。あとは粗大ゴミを出したり、モニターとかも送るのでここに戻したり、そういうことをやっていきます。頑張ります。この家に決めた時は何歳だったか忘れたんですけど、22か、そのぐらいかな。修行を
するような部屋を借りたいと思っていて、静かでなんとなく自分のことを考えられそうなところがいいなと思っていて、ここにしたので、その時の目標というかやりたかったことにぴったり合っていたなと思います。ここで過ごした数年間が修行になったかどうかはわからないんですけど、間違いなくこう前進したなという感じです。また次の家でもよろしくお願いします。この家に住む時も家賃が払えるかとか生活できるかどうかものすごく心配で、でも意外とやってみたらなんとかなって、ここ数年間生きてこれたので、次はもちろんここよりは家賃は高くなるんですけど、払えるように暮らしができるように頑張りたいなと思います。生きるぞ。名残惜しくて動画の締めが思い浮かばないんですけど、あと一日感傷に浸りたいと思います。それでは。